で今日はじゃあ行きます。今日はですね、Thrasio という会社です。THRASIO なんですけれども、ベンチャーっていうとちょっと違うんですけど、これまでにトータルで、約900億円調達しているという会社です。で2018年にできた会社なんですね。で1月に500億円調達したんですけれども、これはデッドで借り入れではありますなんですが、500億円さらに積みましたと。で何をやる会社かっていうと、アマゾンの小規模サードパーティー販売事業者をロールアップしていくと、要はアマゾン上のサードパーティーセラーを片っ端から買っていくというビジネスです。でアマゾン上で高評価を受けている販売者を見つけ出して、そのブランドを買っていくんですね。で、こういうアマゾン上のこうセラーって、よくFBA って言われるんですけれども、フルフィルメントバイアマゾン、もうアマゾンが何もかもやってあげる、その倉庫の運用から、発送から何もかもやっていて、その売る人のしなければいけないことは、基本的にマーケティングだけよというような感じのところが結構あるんですけれども、それをやると、なんていうんですか、気の利いた人が気の利いた製品を例えば自分で中国で作らせてとか、安いところから仕入れてきて売るということができると一気に伸びたりすると。ところがこの一気に伸びると全部アマゾンがやってくれてると言っても結構追いつかなくなってきて、人生大変になってきたりするらしいですね。そこでもうダメだみたいな感じになって、もう売っちゃえというような感じになる人たちっていうのは結構いて、これはもう割と昔からそういうアマゾン FBA セラーを売買するサイトとかビジネスっていうのは結構あったんですよ。でなんですが、それを大規模にやる、今までは売上年間2000万円のビジネスを4000万円で買うみたいな、割とこうその辺のなんていうんですかね、小さい、食品のスタンドをバーガー屋さんを買うみたいなイメージのビジネスであったんですね。でアメリカってもともとそういう、 こう小さいビジネスの売買って結構あるじゃないですか。で、はい、そのノリでアマゾンの FBA セラーの売り買いっていうのもあったんですけれども、ここ数年、この3年ぐらい前から、それをこう大掛かりにやっていこうという人たちが出始めています。でこの割と筆頭にあるのがスラシオという会社で、ですね、去年の7月にシリーズ C で260ミリオン、4月にシリーズ B で75ミリオン、デッドで35ミリオンと、2019年12月に20ミリオン、調達してきてですね、今までに900ミリオン、約900ミリオン調達してきたという会社です。で今までにですね、ほぼ100社を買収したということで、去年の夏ぐらいには50社買収したと言ってたので、その後半年でまた50社買収したのかなという感じです。でですね、こういう感じの、そのアマゾン FBA、 ですね、 FBA セラーロールアップ会社、たくさん買収して、こう雪だるまみたいに大きくするというロールアップをしている会社が、過去24ヶ月で、10社から15社が100ミリオン、100億円以上調達したと言われていて、割と大きめなところだとパーチっていうところが、去年の10月に123ミリオン調達したと。それとか9月にはブーステッドコマースっていうところが87ミリオン調達したというのがあります。で、問題点としてはですね、完全にアマゾンのプラットフォームに依存するので、アマゾンがなんか規約を変えた瞬間にやばいということがある。で、あとアマゾンの FBA って全部アマゾンがやってくれる代わりにですね、売上の25から45%をマージンとしてアマゾンに取られちゃうということで、その辺が結構本当にそんなロールアップしてなんとかなるのっていう
のもあるんですけれども、一方でこうアマゾンで結構売り上げが伸びてくると、独立して自分のサイトとしても運用してうまくいっていくっていうような会社もあったりして、例えば全然独自性はないんですけども、ファーマパックスっていう会社で、これがですね2010年に創業して、これまでに500ミリオン近く調達してるんですけれども、この会社はですね、要はオンラインドラッグストアなんですね。で、最初アマゾンで俺たちの方が安く仕入れられるよってことで、まあアマゾン上でその薬局で売ってるようなものを売り始めるっていうのを始めて、で今ではそのファーマパックスっていうドットコムっていう自分たちのサイトもやってますし、なんとですねウォルマートのそのドラッグストア部門のオンラインセールスの総配信なんかもやっていてですね、実はこの間アマゾンでもアマゾンでオーダーしたのにファーマパックスの箱に入ったのが来たということで、いろんなもののバックエンドは実はファーマパックスがやっているのではないかというようなですね、要は最初はアマゾンで売ってたけど独立してすごく強くなっていくリテーラーっていうのもいたりするので、まあ、一概にアマゾンに全てが依存してるってわけでもないし、いろいろ固めればその力もついてくるしということで、最近地味にスパックみたいに派手じゃないですけれど地味に時々お金を集めている、FBA ロールアップセラーの一つスラシオでした、はい、これってアマゾンってこれからも、まあ、強く、まあ、ずっとこの10年後も続くと思うんですが、今アメリカの場合ですと先ほど出ましたウォルマートも結構商品も高いものから幅を広く、まあ、強気でやってますよね。どんどん出ていこうと。コスコとかもそうですし、なのでもしアマゾンで例えば規約が変わったとしても個人でいけるっていうのもある、個別で出せるっていうのもあるし、そういう他にもサードパーティーリテイラーっていうのがいっぱいあるから大丈夫なんですかね。いや、まあでもやっぱりオンラインセールス、まあ、アマゾン超強いので良いですよね、だからその時間との戦いなんじゃないですかね。そのロールアップして自分たちのサイトのブランド性を打ち立てられれば勝ちだし、いやそうですよね。そうすれば契約なんて多分変えられない状況になると思うんですよ、うん、そこまで持っていくんですよね、うん、そう ここに頼るからっていうことになるんですよね、もう古典的な、ビジネスモデルとしては相当硬いですよね。もう売れてるものにさらに自分たちの強みを付け加えて、うん、マーケティングガンガンやってさらに伸ばすってやつですよね。そうですね。もうアマゾン上で評価とかももう出てるから、もうすでにいいものをね、すごい頑張って分析して買いに行くだけなので、そうですね。あと買われたい人たちも評価を上げるためにいろいろね、物を上げて評価書いてもらったりとかしてる人たちもいっぱいいるじゃないですか。うん、バリフィケーションされてる人たちが。なのでそういうふうにもう地固めをしてそういうところに買われていくんですよね。まあもともとこう小規模な売買マーケットみたいのもよくあったみたいなので、うん、はい、うんうん、観客に朝倉さんが来ている。朝倉さんこんにちは、よかったら手を挙げて喋ってくださいとか急に言うときっとダメですね。まあそういう時があったら手を挙げてくださいと。はい、皆さん手を挙げてください。はい。あとそうですね。結構元アマゾンの方も出てらしてるので、朝倉さん名前はこんにちは。忙しそうだから。朝倉さん、なんかこんにちは。ちゃんとテクノロジーが使いこなせていますね。いや全然もうついていくのが精一杯手を挙げてくださいとか言ってもできないんじゃないかと思ってちょっとスルーしようかなと思ったのですが、今1回間違って切っちゃったけどね日本でファンドをやられてる朝倉さんです。ちなみに日本ではロールアップってあるんですか？はい、はい、ロールアップっていうのはそのいわゆる何会社のロールアップってこと？そうですね。日本で最近よくあるのはだから古い会社のロールアップっていうのは結構起きてますよね。ああ、でいくつも買って大きくするんですか？いやもうだからご存知のようにほら日本は今すごく消費が落ちてるんで、
まあ、古いその何あの老舗のお店みたいなのがどんどん潰れてるんですよね。そういうのをこう買い集めてるような会社っていうのは結構ありますよね。なるほど。なんかアメリカだと、だけど、結構成長産業でロールアップは日本では多分まだ起きていないのかなって感じはします。まあでもアメリカももともとロールアップって割と非成長産業でやられてたことが多いと思うんですよ。コインランドリーのチェーンとか、補聴器のクリニックとかですね。そうですね。あとはなんか怪しげなこう、IP とかパテントのロールアップ屋みたいなのもすごい怖い人たちいっぱいいますよね。それはまたちょっとまた別のビジネスとしてございますが、なんかこうアマゾンのはまあなんていうんですかね、商店街買収型って感じですかね。これでもあれですか、そのもうすでに話されてるかもしれないけど、ね、今回、そのアマゾンはトップが変わったじゃないですか。これはなんかどういうインプリケーションがあるというふうに皆さんご覧になってるんでしょうか。どうでしょう、これ、どなたか特にな内部のさそう方、です手けをど、挙げていた何だ人けかれいばらっしゃいまとすかね。思うんですが、まあ、私がちょっと思ったのは、あの人、AWS のトップの人じゃないですか。ですよね。で、今年ぐらいにはもう AWS 切り出さざるを得ないんじゃないかという説だっもたあっと。たんですが、それやってた人がトップに来たってことは、むしろそれ以外が放り出されるのかと。いや、でも彼はかなり信用されてるフル株の人だしっていうか、ここにね、シンさんとタツさん出していいのかな。シンさんはアマゾンジャパンの立ち上げの総本人なんで、もしお時間があれば、ここにスピーカーで入っていただきたいんですけど、チカさん分かります？入れ方。私ね、いや、ご本人が手を挙げないと入っていただくこ手とがあげできないんて、ですよ。手あげて。手を挙げられなければ、それはリジェクトされている我々がということそう、なのやで、だ、やだ。で、拒否は悲しいわ。まあでいや、でも、も、なんていうか、そのアマゾン、やっぱりフェイスブックとアマゾンって結構分割の危機にさらされてるわけですよね。で、シンさん来た。ああ、なるほどね。シンさん。アマゾンはいつ分割するんですか？ これ分割を避けるだけなのか。いや、でも結構真面目にやばいと思いますよ、アマゾン、フェイスブックあたりは。アマゾン、フェイスで、ブックはね。分割することによってトータルのバリューが上がる可能性が非常に大きいとも言われてますけどね。なるほど分ね。けた方が価値があるじゃないっていう。まあ、アメリカってでもさ、昔から、それこそは昔はマイクロソフトの、ね、分割の話みたいなのもあって、で、結局でもなんか起きない部分もあるじゃないですか。でもこれは、スケールがかなり違っ、あの当時のマイクロソフトと違ってきてると思うんですよ違ってね。きている。なるほど、なるほど。で、分かってるからこそ、Facebook も Oculus とかみたいに、こうゲームという前提で、こう裏でちゃんと情報を取れるように、個人情報とかも取れるように、まあ、同様以上の、Facebook 本体以上のことを実は裏でやってたりとかしてるので、分かれてもそれぞれにものが確立し、より価値の、先ほどちかさんが言ってたように価値があるようにええ。なっていくように仕向けてるとは思うんですよ、もうすでに。なるほどね。いや、でも去年の、ロビーング費用の、トップ2が、フェイスブックで、その次がアップルでしたっけ、アマゾンでしたっけ。トップがフェイスブックなんですよね。全米ロビそうーいうング費違いな用んトッだ。プ。なので、もう、なんていうんですかね、悪の権化、90年代のマイクロソフト並みで、でかつ単にビジネスだけじゃなくて、そもそも政治とか、人心の、なんて言うんでしょうか、人々の心をたぶらかしているという側面もあり、そうだね。まあ、メディアを持ってるわけだからね。そこがやっぱりちょっと違う話になってきてるんですかね、やっぱり。そうですね、世界の政治を揺るがしているとか、まあ、そういうのもあってですね、まあ、Facebook がやばいと。で、Amazon はちょっと良くなったかもしれないんですけど、やっぱトランプにむちゃくちゃに嫌われていた問題と いうのがあったと。で、とはいえ、やはりその小さいリテーラー潰しみたいなのがすごく問題にされているので、
分割をせざるを得ないのは、まあ、Facebook、Google、Amazon の順番なのかどうなのかという感なるじほどね。ではありますね。そでれも以あれで外しょ、歴に。史的にはさ、民主党っていうのは、まあ、シリコンバレーフレンドリーなわけじゃないですか、アメリカでは。そうするとバイデンはになると多少変わるんですかね、その辺のこういやスタンスで、みたい結局今回の顔ぶれを見ると、じゃあバンバン分割しましょうみたいな感じじゃないんですよね。なるほどね。だからなんか意外にこの辺はてか他に やらなきゃいけないことがあまりにたくさんあるっていうのもそうか。関わる問題がね。国民45万人死んじゃったとかいろんな問題があるので。その辺やっぱすごいよね、やっぱアメリカって。45万人ですからね。いそやう。で、今一応毎日150万人ぐらいワクチン打ってるらしいんですけど、ー。ああ、なるほどね。で、そうこうしてるうちにイギリスとブラジルとサウスアフリカの、パワーアップした ウイルスが もうはびこってきてますかだいらたいね。3月にマジョリティになると予想されていて、それまでになんとかワクチン打てないと3月はかなり悲惨なことになるのではないかと。これからピーク来るわけですか。全然これからなんですよ。これから なんですけど、皆さんもう疲れているので、ちょっと緩和されると待てなくて、外にも、出ちゃう感じですもうか。出て、そうですね、サンベイジング状態なんですよ、特にカリフォルニアなんて。おああ、やっ日ぱり様出ね。たみたいな、やっぱりもう待てないので、だからそういうところも、そうですよね。で、今日も結構有シン名なさ方ん、が、シンさん来た。シンさん、ありおがはとう。ようじゃないんだな。俺はおはようかもしれないけど、おはごよう無沙ござ汰しいておまりす。ます。お見せさし。そう、シンさんは皆さん、アマゾンのジャパン創業者のデスピッチをかし、アマゾンを日本に連れてくぞ、持ってくぞって、ジェフ・ベゾスに売り込んだというすごい人なので。裏話、どうですか、ジェフがこれで裏方に回るという、まあでもちょっとしばらく回ってましたよね、なんやそうかで言いすながら。ね。でも別に普通だと思うよ。ジェフ、俺の1歳上だけどさ、もう、ね、そうこだっのたの。年になると、っていうかほら、やりたいこといっぱいあるじゃん。宇宙の話もあるし、なんかなんとかファンドもいっぱいあるし、そそれした彼と、ら、そう、時計作ってるしね。だから、なんちゅうの？イーロン・マスクが、いろんなの自分で、ね、車から太陽光からロケットからやってるのと、同じポジションに立つんだったら、ね、もう一歩上行ってやった方がって思うんじゃないのとか、別にそう思ったり、あと、そうです。人生短いから、ほら、彼あれじゃん。リグレット・ミニマイジング・フレームワークの人じゃん。人っていうか、後ろから、ね、死ぬ前に考えたら後悔しないのは何かディシジョンだからさ、そうですよこのね。年になると大体あとな、いや、あ、もう時間少ねえぞって思うと思うんだよね っていう感じなんだけど。人生論語りましたね、朝から。全然。ミッドラでイフも、クライあシれスなでの、すね。ちなみにそうやって紹介してもらってたから他の人にも言っとけば、でも俺よりも前に、日本人としてアマゾンにいたのがリエだけど。そうなんですよ。隠れてたっていうね。入っ隠れたてけど。ね。なので聞いてます。ありがとうございというまわす。けで、サクッとやるというポリシーに置いて、もう19分経ったので。で、ちょっと来週水曜日は私たち SBOI のグループで有料ですが、1時間、この15分の話をもっと1時間1つのトピックに決めて、今回は暗号通貨、それから米国の、投資の動きをちょっとぐさあのしっかりと話していきたいと思います。それは日本時間の木曜日朝10時、アメリカ西海岸の午後5時となります。で、このチャットというか、クラブハウスのルームですね、シリコンバレーのベンチャー部屋は、毎週火、水、木の、夕方、こちらの時間4時から15分から20分になってますけども、サクッと毎日トピックを変えてお話をできていければなと思っております。で、ということは、次は来週のこちらで、火で曜日火です曜ね。日、日本で水曜日と。
で、そうですね。こちらで水曜日、日本の木曜日は1回お休みして、その代わりウェビナーやってますと。よかったらはい、そっそうちでに来すてくね。ださいっていう、そういうで、そのリ話ンでクすは、ね。私とちかさんの、プロフィールの中に入っておりますので、ぜひ、SBOI のリンク、それからこの部屋のリンクからにも、もつきますので、ぜひ、そうで来すてくね、ださい。部屋の右上の、点々点をタップすると、多分ルールズっていうのが出てきて、その中に書いそてあのるんで中すによ入ってね。ますね。はい、はい。で、Facebook の、ページが書いてあって、そこからたどれるようになってますので、よろしくお願いします。じよゃあ、ろしくお願いしちょっまと長す。くなっちゃいましたが、そんな感じで、皆さんご参加ありはい。がとうございました。皆さん、ありがとうございます。日本の皆さん、Have a nice weekend です。ではでは。ではでは、失礼します。あ、ちかさん。はい。一個来週の SVOI セミナーの内容って、もしまだ全部決まってなかったら、一個ちょっとお願いがありまして、はCDBC、アメリカの CDBC の動きみたいなやつとかを、もしなんか、CDBC って何ですか？CDBC ってセントラルバンクデジタルカレンシーって、中央銀行が発行するデジタル貨幣、はい。ブロックチェーンを使っている。はいはい。なんか、これが結構、いろんな意味で各国みんなそのブロックチェーンをいろんなサービスとつなげていくところの起点になるのかなと思っていて、もしちょっと地下さん目線で中央銀行のブロックチェーン貨幣について、ちょっともし何かお知恵がいただけたら嬉しいなと思ってます。はい、いろいろ意見はありますので、意見もあるし、その辺ちょっと法規の改正なんかも今アメリカであって、嬉しいです。まあそれ出てくると思います。はい、ぜひよおろ願しいくおし願まいす。し楽しみにしてまます。す。失礼します。失礼します。